皆さん、こんにちは。これは前回の終わりから1年半ほど経過した、2254年1月の勢力図です。第一次鶏戦争終結から5年が経過しています。前回からここまでの間には、民主バルダリ行政府を発見しています。他にはこの小さい帝国も見つけています。こちらがブリヌスと防衛協定を結んだことに対し、鶏とコピンザク氏が防衛協定を結んできました。注目すべきは、鶏の回復力。戦争終結時は、戦力差が悲壮だったのですが、すぐに列島に上がり、今では、同等。このゲーム、本当に油断大敵なので常に気を引き締める必要があります。前回では、この2国と戦ってもおそらく勝てると軽く言っていましたが、そうでもないと思い直しています。さらに、そこから1ヶ月過ぎた後のコピンザク氏の外交状況を確認すると、なんと、鶏以外に他2つの未確認帝国と、防衛協定を結んでいたのです。前回の段階では鶏だけでしたが、なんという生き物、なんという防衛本能。コピンザク氏に戦争を仕掛けると合計4つの帝国と戦うことになってしまう。それじゃあ鶏に仕掛けるか。だけど、それは停戦中なのであと5年はできない。戦う準備ができた瞬間に動かないと、真田帝国は死んでしまう。いや、実際死ぬわけじゃないんだけど、それくらい焦ってしまう。ということで、今回はこういう状況からのスタートになります。戦後ここまでは、入植を頑張りつつ内政に励んでいました。持っている惑星が多くなると、入植中に多くのエネルギーを消費します。これは、どういう計算なのかはわかっていません。とにかくどっとエネルギー収入が減ります。ですので、入植はこの辺りで切り上げて貯蓄。そして、コピンザク氏に仕掛けるつもりでしたが、攻めるのは危険な状態になりました。仕方がないので、すごく息苦しいのですが、このまま入植を継続。そして、入植が完了した惑星に宇宙港を建設。各港のレベルを上げて宇宙軍許容量を大幅に上げることにしました。そして、貿易。やりたい貿易は、研究協定と呼ばれるもの。相手が研究済みのもので、こちらが研究していない研究。その研究を早く終わらせてくれるようになります。代わりにこちらも研究支援をします。こちらが支援できる研究は3つの分野の合計4個に対して、ブリヌスが支援してくれる研究は40個、かっこ、笑い。さすがに、それだけでは OK をしてくれないみたいなので、こちらがいらない資源、そしてこちらが調べた製図、こちらの動きが綺麗にわかってしまうアクティブセンサーリンクを追加で出します。緑色で1以上であれば交渉が通ることが多いです。遠く離れた勢力にも貿易を持ちかけようとしました。態度がマイナスだからか、研究協定はできそうになかった。できれば相手の製図も欲しいところ、多くの勢力と製図を交換すれば、後々整形の調査をする手間が省けます。前回、ちらっと話したモジュールの研究が完了して、その建造をしています。7つの主要都市に、コルベットの建造費用削減、建造速度を上げるモジュール、コルベット造船所と、艦隊維持費削減をしてくれる整備所と特留居住区を作ります。整備所と特留居住区は前線の惑星にも作っておきます。ブリヌスと研究協定を結べました。貿易の中でこの研究協定は信用も上げてくれる模様。Research complete. 火山の障害物を除去できる研究完了。リーダーの雇用上限が上がる研究が来ました。設定によって種族の寿命が長くなっているので、かなり重要になる研究です。続々と新しい帝国を発見しています。この帝国は、コピンザク氏の右下あたりに出てきました。ランク3のレーザー、UV レーザーの研究が完了。研究選択が増える研究も好きです。続いて艦船設計。コルベットの武器を先ほどの UV レーザーに変えます。必要出力が増えたので、炉のランクも上げて出力を上げておきます。
この設計で次の戦いを進めそう。アップグレード指示を出しました。Ships upgraded. Construction 武器ランクを1上げて、艦隊戦力は4380から5300に。堺治安連合体という帝国と接触。コピンザク氏の勢力から独立した小さい帝国の模様。こちらを脅かしそうな新たな帝国はまだ出てきていません。コピンザク氏の戦力差が優越に変わっています。こちらは防衛協定を結んでいるのでまず攻められないと思われます。現在の戦力、見えている帝国の中で一番強いのはブリヌスです。非常に心強い。こちらは戦力を上げずに維持費を抑えつつ内政に励むことができる。おっと、帝隊さんから通信が入りました。なんでございましょう、帝隊様。これは、初めて見ました。このゲーム、本当に様々なイベントがあって面白いです。帝隊さんが何を言ってきたかというと、こちらのレベル最大になっている科学者、真田では、うまく使えていないからこちらによこせという、なんというか、ものすごく理不尽な要求。現在の真田帝国の外交方針は、強気に媚び、弱気をくじくという、正義の外交方針、ここは当然、帝隊さんに従います。いいだろう、彼を連れて行きたまえ。なんなんだよ、あいつ、レベルが上がったリーダーはすごいんだよ、ものすごく貴重なのに、何してくれるんだよ。時間を進めると、帝隊さんがこちらへ国境を開放されました。いつの間にか封鎖をされていたんですね。宇宙港レベル5の研究が完了。巡洋艦が作れるようになりました。コメントでちらっと聞いたのですが、政治と思考によって、出てきやすい研究の傾向が変わるらしいですね。次は、今シリーズにおける欲しい研究がないです。スラスターの研究を進めました。そこからしばらくすると、また、帝隊さんから通信が入りました。前回の通信から約8ヶ月経っています。今度は何なんだよー。なんかすごくバカにしながらも、前回の見返りとして資源を提供してくれるらしい。いただこうじゃないか。私たちは恐れ多く儲け入れます。すると1500の鉱物が増えました。科学者を取られただけと思っていたので、嬉しく感じてしまうというキョロさを露呈。ちょっと帝隊さんを調べてみると、こちらへの態度が100も増えていました。外交姿勢も贔屓になっています。もしかして定期的に鉱物をくれたりしてくれるのかな。テゼキアン企業連合、真田帝国のずっと右の方にある帝国と接触しました。さらに半年が経過し、どんどんと他の帝国を発見する時代になっています。連続で三国と接触。どうやらこの三国は、すでに連邦を組んでいるようです。この三国ですね。1.41 になってから2回、中終盤のプレイ経験がありますが、敵連邦が大きくなったというケースはありませんでした。さて、この連邦の運命はどうなるのか。今の段階では、こちらと反対側で結構な勢力になっている模様。いろんな部分で初見殺しがあるだけに、なんかちょっと怖い気もしてきました。さて、第一次ニワトリ戦後から11年が経過。ずっと懸念していたニワトリの防衛協定相手。今の段階ではコピンザク氏のみ。ニワトリに戦争を仕掛ければ、コピンザク氏の同盟相手は関係がないので、ニワトリとコピンザク氏、二国との戦争になります。こちらは、現在で入植できるところすべての入植を終え、そこにすべての宇宙港を作り、さらにレベルを上げているため、その入植と港の維持費で、エネルギーがほとんど貯蓄できていない、セクターやこちらの内政はエネルギー増強にシフトしてから、結構な年数が経っていますが、なかなかエネルギーがたまらない状況。戦後の経済政策に少し失敗してしまっています。鶏に戦線可能な状態から1年が過ぎても、まだこの状態というのはまずい。宇宙軍許容量を多くして、鶏がどこと手を組んだとしても、力で叩きのめそうという感じで進めていたため、こうなってしまいました。もう、これ以上ゆっくりはできない。戦争をしながらエネルギー問題は解決しようと、コルベットの生産を開始。
現在は五星系、7つの直轄惑星を持ち管理しています。その惑星たちで一気に艦隊戦力を増やしていく。この段階で鶏との戦力比は同等、コピンザクシは優越。ここから戦力を増やすのでコピンザクシはいずれ同等になると思われます。戦力増強を開始してからしばらくすると、外交交渉のアナウンス、先ほど話をした連邦からのお誘いですね。連邦の名前は銀河数軸というらしい。準加盟をしませんかという内容。準加盟は正式な加盟ではなく仮加盟ですね。準加盟後は信用が上がるので、悪いことをせず、時間が流れれば早くに正式加盟ができるという感じ。まあ、何にせよ。拒否しました。我が波動の前に友情ごっこはいらないのだ。障害物除去の研究が完了し、次に影響力が増える研究が来ました。即、選択。怒涛のコルベットクリック。さらに新しい帝国と出会っていきます。開始から61年が経過して、2261年5月の状況。連邦発見後に接触したそこそこ大きな帝国は、このダイステッカ始皇国と、このウルフブ帝国くらいでしょうか。どの帝国が勝ち上がり勢力を広げるのか、予断を許さない状況になっています。研究選択が一つ増える研究が完了。レーザーランク4、X 線レーザーの研究を開始。そして、サイドには鳥観察。組んでいるのがコピンザクシだけなのを確認。そして、コピンザクシの戦力が同等になっているのを確認。さらにコピンザクシは、鶏以外の防衛協定がなくなっています。この2261年11月、この2帝国に対し戦争を仕掛けます。前回の戦争の経験から鶏とは相性が良さそうで、戦いが有利に進みやすそう。未知のコピンザクシとは、初めは戦わず、鶏の領域で戦い、戦勝点を稼ごう。こういった離れた帝国同士は、助けに来られないことが多いみたいで、それぞれを相手に戦える可能性が高い。右側のこちら惑星をコピンザクシに渡している間に、鶏を完全沈黙させてしまおうと思っています。戦勝点ぴったり100点の要求を決めて、鶏、コピンザクシ両帝国に対し、真田帝国が宣戦を布告、第二次鶏戦争の開戦です。こちらの要求は、コピンザクシの母星を含む6つの惑星の譲渡と戦後の国境解放。鶏の惑星は残し、戦後も戦勝点稼ぎに使わせてもらおうという作戦です。エネルギーの貯蓄は少ないけれども、今回は許容量をほとんど超えずに戦えそう。鶏艦隊を発見、戦力は7700。こちら第1艦隊は合流で8000まで増やして、その星系に飛び込みます。この星系は、それぞれの勢力の惑星があり、お互い、その宇宙港を破壊しての戦いとなりました。真田コルベット艦隊7900。鶏艦隊は合流して8200。余裕があるんだから戦力をもう少し多くしてから戦えばよかったかもと、なんとなくそう思いながら、戦いが始まります。といったところで時間が来ました。続きは次回です。では、またねー。